備前市静谷にある特別史跡旧静谷学校では、明日から恒例の秋のライトアップが始まります。今年は台風が少なかったため状態が良く、ちょうど今見ごろを迎えているそうで、今日は1000人以上が訪れていたそうです。そんなに訪れていたんです ね、うん、ね、紅葉というとモミジが一般的ですけれども、はい、この大きな貝の木の、ね、ライトアップというのは旧静谷学校ならではですよね、はい、この貝の木今年108歳なんだそうです。そんなになるんですね。こう今ちょうどこう色づいている、はい、まあ、グラデーションを楽しめるというのもいいですね、うん、そしてこの国宝見えてますでしょうか、はい、坑道とですね、2本の貝の木の共演、こちらも夜も風情がありますよ ね、 こう日中の風情とまた違ったね、こう夜の楽しみ方というのがありますよね、うん、旧静谷学校の秋のライトアップは明日から12日までです。さらに23日まではキッチンカーなども出店し、グルメも一緒に楽しめるということです。